こんにちは。こんにちは。はい、ラグビーオンラインチャンネルです。この学校で失礼します。毎日ラグビー用品を紹介してますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。はい、というわけで今日ご紹介するのはこちらでございます。ハリケーンズ2024モデルのウェットウェザージャケット、うん、いいですか。ウェットウェザージャケット、どういうことですか。はい、どうぞ。ウェットレインコー、そうですね。ウェットウェザージャケット、そうですね。まあまあまあ、そういう雨具的な雨具、ルウェット レインジャケットみたいなね、いいですね。はい、でサイズは S ですよ。あの、海外製図の S になってます。私が着るとこんな感じです、はい、ちょっとね、なんだろう、大きめに作られてる。やっぱり、ね、うん、なんかの上に着ることを想定されてるんじゃないかなっていう気がします。これ、ね、結構ほら余裕があります。そうですね、いいですね、はい、で、ちょっと時間ないで暑いあのウェットウェザーっていうからに、ね、濡れないようにする容器ですよね、はい、なのでこのジップみたいな、うんうん、これがそういう防水タイプのジップになってますよ、うん、あの普通ないですね、この辺にはね。ああ、いいですね、いいですね、いいですね。ジップっていうのは普通ですね、こうやって見ると分かると思うんですけど、皆さんもね、うん、見てくださいね。この周りにこうやって縫い目がこうあってですね、はい、こういうのは普通の、まあこれもちょっと普通じゃないんだけど、うん、もうちょっと粗いというか、穴が開いてるというか、まあ普通のジップなんですよ、これに対して。これはもうシールドピーってテープみたいなの貼ってるんで、お水が入らないようになってますね、うん、はい、で、ここもそう、胸にね、ポッケがありますけど、うん、ここ完全防水ですね。完全防水、中のあれもあれだし、防水になってるし、はい、ここのジップも防水ジップがついてます、うん、ポケットはここの胸と、あとここ2箇所、うん、でここはもうチャックついてないんで、うん、あの水が入っちゃっただけで中は濡れちゃいますよっていう感じです。で、一個大きな違いというか、大きい点が、はい、ウェットウェザージャケットっていうのはもちろん濡れないようにするってことなんで、うんうん、ロゴが基本は刺繍では入んないです、うん、刺繍っていうのは穴でダーッと開いてるんで、そこから濡れちゃうんですよ、はいはい、なのでこれはプリントで入ってます。で、非常にね、クオリティ高いですよ、これ、はい、本当にマジで結構いけそう、うん、結構な雨でも、うん、いいです。だからこれでバーッと開いて、ここのポッケが若干嫌なんですよ。ポッケが本当の大雨行ったらこの中水溜まってます。そうですね、まあ、まあ、こう作ってこと飲んだりとかね、こういう使い方もありますよと。ないです、そんな使い方ないですでね、密かにね、内側のこの部分が紐になってて暖かいんですよ、うんうん、このなんだろう、なんていうのシングレットっていうか直帰っていうかの部分だけが前後も、うんうん、紐になってて、うん、はい、でこの縫うか、うん、袖の部分とかはなってないです。袖はなってない、なってない、ほら、あ、わかります、はい、裏返すとこういう感じです。うん、ここに分かりづらいですね。ですから、ほら、うん、メインの部分は肝ね、この部分は肝なんだけど、はい、この腕の部分とかはこうツルツル、はい、ね、こっちも、うん、です。素晴らしいね、クオリティが、いや、本当に本当のリアルタイプのあれです、うん、防水仕様、防水、うん、本当に、あ、すごい、本当に防水じゃん。で、やっぱりフーディーとして、ここ裏側に、ね、はい、このデザイン入ってて、はい、非常にかっこいいのと、はい、あと背中にこれ入ってますね、前やりましたね、どっかね、これ、うん、ほら、何でした、金、金じゃない、キア、まあ、エルニっぽいけどね、うん、キアです、 KIA キアでございますよ。車の会社がスポンサー部として入っております。はい、非常に良い、なぜが何が良いっていうのは、クオリティが高い、うん、レインコートとしてのね、うんうん、久しぶりに見たこういう防水仕様、うん、で、やっぱりチャックもね、あれなんですよ、防水、ストップ付き、あ、スライダーがね、はい、でこのチャック自体もしっかり防水になっています。いいね、うん、久しぶりに見たな、こういう本当のなんかね、シャワージャケットっていうのもあるんですけど、それはちょっと防水だよみたいな言ってる感じなんだけど、これはもう多分完全に言ってるね。で、多分ですよ、とかもうほぼ間違いないんですけど、これこの素材感だと特殊な加工がされてて、はい、まあ、やらないよ、今やらないけど、はい、こういうところにお水をたたら垂らすと、はい、染み込まないとこう、はい、でこうやって遊べてピッてやると、はい、うん、なるっていうのはできる、うんうん、
タイプのジャケットです。こういうところですね、はい、やれば、うん、で一個だけちょっと残念、残念って言っちゃう本当におこがましいけど、はい、なのでね、あれがついてないです、正直なベースで言うと、ベンチレーション、あのね、こ逆に防水仕様になると、完全防水になると汗かく濡れるんですよ。あ、だからこういうところが二重になってたりとか、うん、脇の下に穴が開いたりとかっていうパターンがあるんだけど、うん、このジャケットに関して言うとない、うん、ないから何なのっていう、ただ暑いっていうだけなんで、別になんか外側からの水には濡れませんよっていう、うん、まあまあ本来の目的は果たしてますから、うん、ということですね、うん、いいですね、非常に良い、うん、でこれあのフードのここに絞るのついてるんで、本当に大雨の時は顔も濡れません、うん、あと下ここも絞れますんで、ここね、キュッとしたい時とかは締められます、はい、いいですね、非常によろしいです、うん、まあお値段もまあそれなり、そんなに2万円とかしないんで、非常によろしい、良心的だ、良心的というかいい値段でございます、はい、はい、というわけで、はい、いいですね、あのまあお高いっちゃお高いんで、よろしければですね、あの東京店の方に在庫ありますので、うん、あのぜひご試着しに来ていただければお見せできると思います、はいます、はい、というわけで今日ご紹介したのはこちらでございました、はい、はい、ハリケーンズの24モデルの、はい、ウェットウェザージャケット、まあ、防水ジャケットのご紹介でした、はい、よろしければ見てみてください、はい、ではバイバーイ、はい。